助けたいんだ。宗七くん、助けたいんだ。ずっとずっとずっと助けたかったんだ。カオルさんを傷つけたやつ全てが憎かった。俺はカオルさんを守らなければいけないんだ。宗七くん、君はそれが怖かったのか。撃たれても置いてきぼりにされても、そんなことよりカオルさんを泣かせたことの方が辛かったんだ。だから、強くなって助けたかったんだ。君にはもう助けてもらったんだ。今私がここにこうしているのは君のおかげなんだ。過去はつらかった。確かにつらかったけど、大丈夫。私のそばには今君がいるんだから。おかえり、宗七くん。怖いことがあったように思う。もう大丈夫。助けてくれてありがとう。それから、その変なことしてごめん。私のこと憎くないはずがなかったよね。本当にごめん。ストップ。
確かに過去の武部良一はさ、あの事件の後はカオルさんを憎く思ったことだってあると思う。でもさ、武部良一だった俺が断言する。絶対にそれだけじゃない。カオルさんのことを好きだったから悲しんで憎んで、それからやっぱりカオルさんの幸せを願ったんだ。愛してる、カオルさん。過去も今も未来のカオルさんも全部。私はいないものと考えて、さあ続きをどうぞ。よし、撃とう。いや撃っちゃダメですよ姉子。いやごめんなさい飯塚隊長、あんまりいい雰囲気だったもので邪魔できなくて。でも聞き耳立てているうちに、でもですね、ちょっと羨ましかったかも。え？コタロウ様に呼んでもらったの。宗七くん、首筋に銃を当てられると結構怖いんで、可及的速やかに下ろしていただきたいのですが、いかがなものでしょう、カオル様。どうかな。今後の君の態度以下では引き金を引くのに全くためらいはないのに。私に飽きたか。そんなことは全然ないです。浮気は許さんぞ。私以外に本気になることは許さん。ベタバレされてるわね、バーン。はい、そこも黙る。と、ちょっと待って、携帯携帯と。ああ、コタロウ様。コタロウ先生も来てたんだ。ああ、生徒思いの実にいい先生を持ったね、先生。ちょっと人間離れしているのにどうかな。ボン、コタロウ様。宗七です、小太郎先生。ここか。
俺を待っている。来たか、トラ。来たぞ、お兄。もしもし。ああ、レイナか。総七は見つかったか。そうだ。ならちょっと変わってくれ。総七です、小太郎先生。無事か？はい、五体満足です。そうか。なら今すぐに屋上に来い。俺の目の前に吹き陽子がある。俺が勝つにせよ、負けるにせよ、お前は立ち会わなきゃ。それが俺の生徒であると同時に、久喜陽子の弟子であるお前の義務。はい。ああ、お前が来るためにはもう始まっているだろうな。どうする？すぐに始めようか。そうだな。タバコを一本吸わせてもらいたい。それくらいの余裕はあるだろう。好きに。一つだけ聞いておきたい。お前は如月宗七、いや武部良一の死にあたる人間だったと聞いている。人格高潔で立派な人だった。彼は誇らしげに語ったぞ。昔の話だ。若い頃は強くなることが人生の全てだったが、息子が生まれて、それが黙れ！何があったか知らないし、知りたくもないね。だが一つだけ言っておく。お前は如月を裏切った。一服終わった。始めれば。カオルさん、それからレイナさん。どうしたの？屋上に行く。小太郎先生と、それから久喜陽子がそこにいる。私たちも。多分、俺だけを呼んだのは、そういうことだと思う。大丈夫。小太郎先生は、強いから。絶対に大丈夫。神かけて俺が保証する。小太郎先生と二人で戻ってくるから。小太郎様のことよろしくね。ダメ。
カオルさん。行っちゃ、やだ。カオルさん。やだ。やだやだやだ。ソシチ君、全然わかってない。あの加藤って人が相手にしてるのが、どんな怪物か、ソシチ君わかってない。もう、目的は達した。ソシチ君、私と一緒に帰ろうよ。クキさんがいない間に。それは、できない。わかってる。けど。それと、クキ陽光がどれだけ強いかなんて、俺は知ってるよ。俺はカオルさんと別れた後、あの人に戦うことを教えてもらったんだから。久喜陽子は俺が世話になった人を殺したらしい。それは許せない。絶対に許したくない。だけど間違いなく久喜陽子は俺のたった一人の先生だったんだ。カオルさんがいなくなってから俺に生きる望みをくれたのが鈴なら、生きる方法を教えてくれたのがあの人なんだ。意志は変わらない。うん、ごめん。泣いてわめいて言ったら死んでやるってわめいたの。カオルさんはそんなことしないから。でも、もし本当にそうするなら、わかった。ここに残るよ。それならいいわ。行きなさい、ソシチ君。加藤小太郎と久喜陽子の戦いを見届けなさい。約束する。すぐに戻ってくるよ。行っちゃった。置いて行かれましたね。待つわ。そうですね。でも、久しぶりというほどでもないか。12時間ぶりね、一部さん、テルヨシ君。一部、テルヨシ。よう、レーナ。3日も経ってねえのに、また随分と立場が変わったな、お前さん。まさか、そこまで露骨に裏切るとは思っていなかった。開いた口が塞がらない。